こんにちは、7月4日です。今日はアメリカでは独立記念日ですが、疫病のために集会が禁止されているので、今年は親族で集まることもなく通常運行しています。最近日本でレジ袋が有料化されるというニュースを聞きました。私の暮らしている町では随分前に有料化されているので、では有料化されてから8年半経った今、どうなっているのかという現状をシェアしたいと思います。まず、この辺ではレジ袋に関しては、国単位や州単位ではなく、市議会で決めてもいいことになっています。で、私暮らしているロングビーチ市よりも先行して、もっと有名なサンタモニカ市というところがレジ袋を有料化していました。で、ロングビーチ市がレジ袋を有料化すると決めたのが2011年5月17日で、当時は一度使用するだけで捨てられてしまうあのビニール、プラスチックのレジ袋をもう完全に廃止して、その代わりに 1枚10セントの紙袋に移行するという法律の改正でした。で、翌年の2012年の元旦からの施行で、その時からお店がレジで紙袋買いますかっていうふうに聞いてくるようになりました。で、並行してそのお店ごとに趣向を凝らした何度も使えるレジ袋っていうのを販売するようになります。で、この何度も使えるレジ袋には結構細かい規定があって、ハンドルがついていること、最低125回は使える強度があること、最低22パウンド10キロぐらいですねのものを175フィート、53メートルぐらい運べる強度があること、15リットル以上入れられること、 100% リサイクルできる素材でできていて、プラスチックなら 2.25 ミリ以上の厚さがあること、銅やカドミウムなどの重金属が配合されていないことなどの条件をすべて満たしているバッグを次々にデザインして、普通のスーパーだと99セントとか1ドル、あとはアメリカに旅行に来られる日本人の方々がお土産として購入していかれるトレーダージョーズのバッグなんかだと2ドル99とか3ドルぐらいからで販売されるようになります。で、ロングビーチの景色のデザインだったり、カリフォルニアらしい海、山、あとはハリウッドって書いてあるなんか観光名所のデザインだったり、すごい可愛いバッグがたくさん出てきました。それに加えてサンクスギビングの時とかクリスマスの時には季節のイベントに対応したデザインのものも出てきて、私も結構買って、それまではプレゼントは包装紙に包んで差し上げていたんですけれども、でもその代わりにこういう何度も使えるショッピングバッグにプレゼント入れてお渡しするようにしていました。ただ後から考えると、それまではお店って自腹を切ってあのビニールのショッピングバッグ、レジ袋を買ってお客さんにあげてましたよね。でも紙袋欲しいっていう人には課金できるようになって、さらに何度も使える可愛いバッグをたくさん生産してたくさん売ることができて、結構いい商売だったんじゃないかなと思います。で、その頃からスーパーの駐車場のカートを戻すところに、何度も使えるバッグ持って入店するの忘れないでくださいねっていうサインが追加されたんですけれども、そんなの見ないしね。で、もう最初の数週間は完全に忘れてしまって、私レジに並んでから、あ、車のトランクにバッグ全部置いてきたと思い出して結構がっかりしたのを覚えています。で、この法律の改正は、全てのお店に適用されたわけではなくて、年収が200万ドル以上、2億円くらいのお店だけと限定されていたので、小さな個人商店では今でも買い物に行くと何も聞かずにビニール袋のレジ袋に商品を無料で入れてくれています。で、8年も経つと、私だけじゃなくてみんな自分で袋を持っていくことにすっかり慣れていたんですけれども、今年になってこの疫病が流行ると、一気にその自分で持って入るバッグが使えなくなります。3月半ば、この辺だと3月19日から外出禁止になっていたんですが、その2週間後ぐらいからお店側から入店するときに外から持ち込むバッグはお断りって言われるようになって、入店するときにそこ置いとけって言われて入り口のところに一時的に置いたバッグが山積みみたいな、そんな感じでした。で、このルールはもう時期もルールそのものも完全にお店によって違っていて、で、基本最高25セントまでは袋を有料販売してもいいというふうにはなっていました。
でもほとんどのお店でなんと昔のスタイルのあの1回使用するビニールのレジ袋が復活して、それを無料でくれるようになりました。で、有料のお店ではお客さんが結構苦情を言ったんだと思うんですけれども、もう自分のバッグ持ち込んでいいですと。でも商品の袋詰めはお店の従業員は手伝わない、自分でやってくださいっていう決まりになったところがほとんどのようです。で、またビジネスが再開して、有料化が認められているのでバッグ無料ではなくなっています。で、2011年にこういうふうにもうプラスチックのバッグやめよう、紙袋にしようっていうのは、多分大義名分は環境保全だったと思うんですけれども、もう今はもうこの疫病でそれどころではなくなっているのが実情です。で、レジ袋を作る会社は10年前に廃止されて、でも今回すっごい需要があって一時的に 疫病バブルを経験しているんじゃないかなと思います。で、疫病が完全に収束したらレジ袋をまた紙に戻るのかなっていうところはちょっと興味を持っています。でもね、現実はそれどころではなくて、こう最後ちょっと現状をまた報告しますが、カリフォルニアでは一度再開したビジネスがまた再開され始めて、私が毎月お金引き落とされているジムなんかはギリギリ空いていますが、ワークアウトするときにマスクも手袋も着用が義務化されていて、もうなんか気分もなえて全然行っていません。で、毎月お金また引き落とされるようになってしまっていますが、まあ病気になるよりはマシかなと思って諦めてます。で、最後に7月1日時点での疫病の統計の報告です。ロングビーチの感染確認者数が4379人、カリフォルニア州全体の感染確認者数が232657人、アメリカ全体の感染確認者数が2679230人です。で、昨日くらいのニュースでアメリカでの新規確認者数が1日で5万とか聞いて、もうテストキットがそれだけあることに別の意味驚いています。本当にテストしてるのかなと思います。で、ロサンゼルスの保健局の人たちがもはや疫病のカーブは平たくならない状態に突入してしまいましたと悲しそうに言っているので、ちょっとますます引きこもって、家で子どもたちと犬と平和に暮らそうと思っています。それでも週に1回はまだ出勤しております。まあ今日はそんな感じです。 Stay safe, stay healthy.